定山系発電所は、北海道札幌市南区定山系に位置する北海道電力の水力発電所であり、現存する北海道内で最古の水力発電所です。この発電所の歴史は、日清戦争後の明治30年に遡ります。当時、札幌の有力者の間で水力発電の構想が持ち上がりました。その中で、北海道庁技師の岡崎文吉は、北海道庁長官の園田康隆からの内命を受けて、水力発電の調査に着手しました。この調査の結果、豊平川の冬の結氷が問題になりましたが、水深と流速から水底は凍らないと判断し、千馬力の電力が供給できるとの見解を示しました。この見解をもとに、札幌区から岡崎に正式な調査が依頼され、岡崎は明治35年にアメリカに渡って調査を行いました。その調査結果をもとに、1909年、明治42年に、現在地の白糸の滝に定山系発電所が竣工され、運用が開始されました。この発電所は、豊平川水系で最初の水力発電所で、その後、豊平峡ダムや富山ダムなどが新設され、合計5つの発電所が建設されました。発電所の設計は北海道帝国大学の坂岡末太郎によるもので、初期の設備として650馬力のマコーミックタービンとゼネラルエレクトリック製の発電機が導入されました。明治42年には発電機の増強が行われ、昭和5年には発電容量が1570キロワットとなりました。発電所の建設と運用開始以降、定山系地域では鉱山開発や鉄道の敷設などの事業が相次いで進められ、地域産業の発展に大いに貢献しました。取水堰から発電所までの水路は、当初厚さ約8センチメートルの奈良材を使用した矩形の木碑でしたが、1917年大正6年に石碑とコンクリート造りに改造されました。その価値ある貢献により、2008年平成20年度には土木学会から土木遺産に認定されました。また、発電所からの余水路は白糸の滝の水源となっており、地域の観光名所としても知られています。発電所は現在も道内で最古の現役発電所として稼働を続け、札幌に電気を供給しています。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、それでは定山系鉄道の、四季橋駅の、後を出発します。おそらく最近の道路拡幅工事に伴ってできたと思われるこのスペースですね、これももしかしたら定山系鉄道の廃線跡の一環なのかもわからないですけれども、とりあえず残っている遺構としては右に映っているゴミステーションの土台の石ぐらいでした、それでも残っているだけありがたいと思います。それでこの錦橋駅からですね、豊葉鉱山への専用路線が分岐していたということです。で、分岐していたポイントっていうのがもう少し定山系寄りに進んだあたりですね。おそらくは今左側に高圧鉄塔が立っていますけれども、この高圧鉄塔に、沿うような形でこの辺から左に定山系鉄道が、右に、鉱山専用線が、進んでいたんだろうと思います。特にですね、廃線跡の遺構のようなものっていうのは発見できませんでした。この辺ちょっとくぼんでたり
するのって、まあ、もしかしたらその豊波鉱山専用線の名残なのかもしれないですけどね。で次がですね、白糸の滝停留場という、場所になりまして、停留場跡っていうのをとりあえずあの白糸の滝を目指して進んでいこうと思います。この辺りはなんかマンションというか、まあ、コンドミニアムって言った方がいいのかもしれないですけれども、ちょっと温泉ホテルとは一線を画したですね、閑静な建物が並んでいます。初めてこのコンドミニアムゾーンに突入しました。で白糸の滝はなんかこの先進んでいくみたいです。で定山渓ビューホテル、定山渓といえば有名なビューホテルですけれども、その大きな建物が正面に見えています。もうこの辺りはもう完全に定山渓温泉街の中ということになります。左に曲がって、でこれなんだ、またこれダム、ダムではないみたいですけど、ここでまた豊平川を渡るんですね。左になんか廃墟っぽい建物があります。で玉川橋と書かれています。これは、まあ、車両進入禁止とかではないんで通っていいんだろうとは思うんですけども、非常に狭い道路になっています。で白糸の滝自体は、ここ左折って書いてあります。すごいとこ通すな。見切りの悪いこの車ではですね、本当にもう勘で動かしてるような感じになってしまう。どうにか、U ターン自体は可能ですね。とりあえずこの辺に車を止めて、現地調査の方ですね、行っていきたいなと思います。はい、定山渓鉄道白糸の滝停留場付近にやってきました。っていうか白糸の滝にやってきました。ここにですね、ちょうど地図がありまして、これはどうやらこの定山渓ダムに関連した、発電所の一環らしいです。発電所なので当然入ってはいけません。この定山渓発電所は、非常に歴史の古い発電所でして、1909年明治42年に建設された出力 1570kW の水力発電所で、全道に現存する最も古い発電所です。現在の建物にその面影は全くありませんが、ここで発電された電気は主に札幌市内に送電されていますということです。北海道で一番古い発電所がある、それがこの白糸の滝のわけです。はい、これが白糸の滝ですね。北海道最古の発電所、なかなかあの廃線後の旅にしては随分マイナスイオンが漂う感じになっております。上鉄の廃線跡自体はなんかどの辺なんでしょうかね。
なんかあの辺の上走ってたんでしょうかね。この辺はもう標高差が大きすぎて何がなんだかさっぱりわかりません。現在の発電所の建物はなんかあれみたいです。まあ、発電所で発電するために流している水とこの滝に流れている水と、まあ、二通りに分かれているっていうことなんでしょうかね。で、まあ、最終的に、豊平川の方へと合流していくという形になっているのではないかなと思います。上鉄がどの辺を走ってたのかちょっとね想像もつかないですけどね。でもまあ現存する道内で最も古い発電所ということでその歴史的価値は大きいのではないかなと思います。はい、それでは次行きましょう。